ちょっとあんた、こっちこっち。はい、こんばんは、こんにちは。Xbox One 版のディビジョン。今日もやっていきたいと思います。前回、そのまま引き続き、ダークゾーンから再開したいと思います。とりあえずね、レベル21を22にも上がりそうなんで、その辺ちょっと上げちゃおうと思いますけど、結構死体転がってたりしますけど、ちょっとね、下行こうか。入ります。もう入ってるけどね。警告、現在汚染エリアに侵入しています。オッケー、早速いるな。ちょっと待て。いきなりか。いきなりですわ。はい、まあ、そんな感じで。ビール飲みながらやってきます。もうすでに結構飲んでるけどね。さっきまでね、フェイドグランドオーダーの FGO のね、剣の修練系をずっと回ってて、貝殻も欲しいし、で、ツイッターの方ではなんか理想都市、第5章、6章かなの理想都市がなんかいい感じとか言ってたんですけど、剣の、クッキーだけじゃなくて、貝殻も欲しいし、まあそんな感じで。ちょっと待って、変なとこちょっと。オッケー。なんかちょっと怪しいけどさ行きました。よし、じゃあまあ行こう。とりあえずこっからだよね、問題は。オッケー、先にこれ確保して、こっちなんか大概帰り道に確保することがあるんだけどね。よし、誰も開けてないね。で、この部屋ね。ブラックマーケット、装備の更新ができたらいいんだけど、あと最後この部屋です。ブラックジャケットエンド。じゃあもうあとはね、もう大したことないっていうかね、なんもないんで戻ってさ、案外リポップするんで早いとこ戻って行きましょう。2組ぐらいうろうろしてんだよね、 NPC が。あとここは出たら出たで、そのままね直進して、入り口南側の方のね、確保していきましょう。もう幸いいないな。この辺だってね。オッケー。通知、サプライドロップの接近を検知。これがよくわかんないんでね、まだ一回もやったことないですね。ヘリコプター来てるぞ。後ろにポップしてたことか。先に汚染エリアのとこ確認しちゃいましょう。到着。警告、測定値によればこのエリアは汚染されています。うん、ここ結構いいアイテム手に入るよね。よし。注意、全エリアを脱出しています。いますね。
倒せる敵はあらかじめ先に倒しちゃおうよ。こいつ、いけそう。燃えてますね。微妙に甘い。いやー地味な感じね。まあだけどとりあえずアイテム回収したんでこれをとりあえずあげようか。あとはまあこの周辺ポップしたやつをどん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 倒していくって感じで、で定期的に地下に行って、うん、そう、ここを降りてまっすぐ行ったとこに名前ありの敵がポップすんだよね。その辺もちょっとさ倒していきたい感じあるけど、逃げろー。エージェント、今そっちに向かってる。よし、ちょっとビール飲もうか。の間にちょっとマップ確認して、ここの辺、ここエコーだな。ここもエコーあるし、ショップに、これ何これ、プレイヤーの保管庫、あと、電子パーツはいいとして。次はこれなんだ。27だもんな。まだまだ高いんだよね。あ、あるね。いっぱいあるね。やってないの。この辺を行くか。18とかだもんね。いいね、いいね。そんなこと言ってる間に、残り30秒。レフト。今回は比較的いいね。宝箱も全部あの未開封だったし。4210。通知、パッケージ回収開始。OK、よし、行こう。オッケー、準備はできてる。よし、もうじゃあもう死んでもいいから行こうか。やべ、終わったか。よし、降伏しよう。と同時に回収完了か。よし、これでちょっと装備更新して殴り込み行こう。何を待ってるの？オッケー。更新できるかと思ったらタフネスめっちゃ下がるな。オッケー。まあ武器はこれは大事だから、これ情報更新、
サプライドロップ終了。うん、DPS さ、めっちゃ下がっちゃうな。アーマーの方も、微妙よね。まあでも、この、売ればさ、お金になるから、まあいいとして。レンジュール。ちょっと待って、今装備し、確認してんだからさ。OK。あとはもうちょっと売っちゃえよ。で、購入。バーストファイヤー。カーボンアーマー。上がると言っても DPS3000。改良スタミナもっと。新しいおもちゃを試して。かなぁ、いらないかなぁ。よし、じゃあ、今回は、ダークゾーンはこれラストで。次はその周辺のさ、クエスト行こう。通知、電源供給が中断されます。バックアップを起動、システム再起動。注意、ダークゾーンに入ります。まあ何か戦ってるのもすでに。待って、やべやべ、え、めっちゃヘイトショットだったね。ダメか。よし、まあいいや。帰りましょう。よし、じゃあクエストの方やっていきましょうか。普通のね、ダークゾーンじゃなくて。よーし。これは欠かせないよ。よし。戻りましょう。まあ特に更新することもなかったからね。そんな感じで、とりあえず目的地の方をね、探していこうよ。この辺はレベル高いから。そうだな。救援物資、物資収集、これ系か。はい、となると、結構歩くよな。となると、ああ、じゃあここでいいんだ。OK、ファーストタブル。うん、この周辺が全然片付いてないからね。うん、あとセーフハウスの武器もちょっと気になるよね。いい武器があればいいんだけど。これよりセーフエリアに侵入します。どこだ、売店は。こっか。うん、早速更新できそうだな。これ買っとくか。 OK。 これも地味にいいよね。あ、まあでも上がるのは微妙か。 OK。 よし、じゃあこれでいきましょう。ナビゲーションは、あ、切れちゃってるね。まあ、この周辺のエンカウント18、これいこう。60か。今優先すべきは、そうだね。
防衛と技術を1000にしたいんで、まあ、この辺じっくりちょっとずつ上げていきましょう。マップ調べれないよね。 OK。 警告、これよりセーフエリアを離脱。まおらか、よし行こう。お前はこの辺の出身じゃないからアイスマンのことは知らないだろうな。数年前に近所を恐怖に陥れてドライクリーニング店を経営してたカップルの命を奪った。そいつが戻ってきたって噂だ。警官まで何人か死なせて世間に知らせるために印を残していったそうだ。まあ行くかこれは。偶然だろうけどお前が来たのと同じ頃に現れたから万一ってこともあるだろう。そうじゃないって証明するためにも捕まえてくる。こいつか。もうちょい。どこにいる？あっち、どこ、他のとこもいるな。ちょっと下がろうか。まあ、そこにある木々。下がっていこう。弱くてよかった。オッケー。あそこか。やっべー。回復。もう。オッケー、いい感じ。あと一人？あ、違うね。オッケー、行こうか。あ、もしかして普通にスナイピングでいけるかもね。上か？あそこかいるね。イエーイ。エーケイ。いい感じ。もう死にそうじゃん。と思ったら近くに来とる。ちょっとタラちゃん頑張って。そっちからターゲットって。やっべ。
何してんの。やばいぞ。もうちょい。オッケー。怪しかったけど、なんとかいけたね。あと、アイスマン？うわ、めっちゃいっぱいいるな。こういうやつは寄ってこられたらまずい。ちょっと下がろう。名前ありはまずい。あのメカを破壊しろ。ダメだった。きついな。エンフォーサー。よーし。なんか今日もね、一日仕事して帰ってきて、もう目がね、結構疲れてます。ちょっと待って、位置がなんかめっちゃいい感じの位置じゃない？投げていくわ。上からだ。と思ったらやばかった。と思ったら上にもいるじゃねえか。アイスも死んでくれ。いい位置だな、ここ。よくねえか。ノーノー。なんかタイミング悪かったな。壁際にカバーに入っちゃったな、今ね。で、HP 回復っしょ。あ、んなことないか。よかったよかった。いやー、よかったよかった。肩がつくぞ、そろすぐ。よかった。もう騙し騙し。それともライバルを減らしただけなのかな。答えなくていい。いや、よかったよかった。緑のアイテム回収行こう。でー、まあ弾だな。他はないかな。あるね。これなんか武器とか出るんじゃない。イエー、初心がいっぱいだった。分かってますよ。まあ一回どっか処分しに行かないとね。武器の方の更新は特にないな。で、アーマーいらない。アーマーいらない。アーマー、あ、これはいいね。俺のこと見えてるんだろ。分かってるんだぞ。よし、じゃあちょっと荷物整理行こうか。やばい、コントローラーのバッテリーがなくなってきた。今ちょっと電池がないんだよね。まだ25分しかしてないしな。エンカウント、エンカウント、サイドミッション20、このエンカウント18、エンカウント18。よし、とりあえずこのエンカウント行って、
荷物拾えんけどね。行きましょう。まあクリアしてさ、あ、クリアしたらいかんのか。クリアしたら何、あのアイテムとか手に入っちゃうから、手荷物がいっぱいですみたいな。どん、おい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 、めっちゃバレてるじゃん。おい、特にアイテム出なかったけどさ。全要員へ、20番通りの公園付近で盗んだ衣料品の売買を確認。オッケー。ロー。地獄だ。物資を一緒に探してくれないか。助かるよ。なるほど。まあ毎度のことですね。物資回収して、あの所定の場所まで持って帰るって感じなんだけど。もう誰か来た？ほい。が悪いな。おい。近いな。で。おお、あと一発。まあアイテムは後で回収しに来よう。またこれ段差が越えれないんだよね。こう運んでるうちに毎回さ、来るんよね。よしよし。あ、そう、マグナムに変えたの。いい感じ。音がいいよね。よっしゃ、1個目。回収。イエー。あともう一個と思ったら来たぞ。ゴー。やっべえわ。ちょっと待って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 。ちょっと位置が悪い。おい、キードゥインって特にアイテム出ることもなく、よしラスト行こう。持っていこう。緑が2個か、アイテムがね。びっくりした。あとちょっと今日蒸すね。一日中クーラーの中だったからよく分かんなかったけど、外出たら暑いなと思ってたけどさ。よし、回収完了。
Yeah. ありがとう。薬を本当に必要としている人たちに届けるわ。まあ、いらんのだったら、まあ、回収しに来ないけど、とりあえずチェックしてみましょう。レベル低いね。これも下がるから特に、まあ、いいか。よし。720まで上がったね。いい感じ、いい感じ。よし、じゃあ飛びましょう。なんとなくさ、この18から19、スタイベサイド、この周辺は、まあまあ、なんとなくね、強引に行けるから、楽でいいね。売却。まあ、モッド系がちょっと、手荷物いっぱい。いっぱいに持ちすぎてるから、ちょっと装備の方を確認して、もっとつけれるならつけていきたいな。あ、DPS、あ、微妙だな。微妙、あー。もう一個はまるのか。微妙だな、全然じゃん。とか言っときながら、はめてる。これは1個スロット。これも1個スロット入ってんな。まあ、強化できるのは強化していこうよ。微妙だな。400ちょいしか上がんないもんな。スキルパワー選んどっか。粘着爆弾。サポートステーション範囲。パルスクリティカル。スマートカバーダメージ。パルス。ファーストエイドをちょっと広げて、だからこの辺ちょっとさ、まあまあいい感じだね。いいね。よし、これだいぶ強化したよね。強化になったよね。あとはまあ、でこう売却。売れねえな。まあ、レベル低いのは売ってっか。あんま見てるとなんか、捨てれないとかあるじゃん。こういうのもさ。またその時買えばいいさ、みたいな。あとこの辺のスコープとかもいらないでしょ。手にも32。いや、こっち売ろう。よし。まあ、そんな感じでさ、コントローラーのパッドの充電も減ってきてるんで、今回はこの辺で終わりにして、次回までにはなんとなくね、レベルの方も上げていきたい。あと防衛、これ1000。技術も1000に達して、新しいスキルを覚えたい感じであります。お疲れ様でした。ありがとうございました。